フォード GT40 とはアメリカのフォードモーターが開発したスポーツプロトタイプのレーシングカーである。本校では GT40 のプロトタイプであるフォード GT に関しても記述する。1960年代、フォードは企業イメージ向上のためにモータースポーツの分野で活躍することが有効であると結論付けた。そしてその方法としてまず挙げられたのが 当時のルマン24時間レースでは敵なしでその地位を確立していたスクーデリア・フェラーリを買収することだった。これは最も手っ取り早く簡単な方法であったが1963年5月に交渉は決裂し失敗に終わった。ローラマーク6そこでフォードはイギリスのコンストラクターであるローラカーズのエリック・ブロードレイと提携しローラマーク6をベースとして新たに イギリスに設立された開発拠点のフォードアドバンスドビークルズ社と共に新たなレーシングカーを開発する計画を立てた。これが GT40 の開発の始まりである。初期の試作車両は単にフォード GT と呼ばれており、シャーシナンバー GT-101 から GT-112 までの車両が製作された。量産車両であるマーク I からマーク V には、 シャーシナンバー GT40P1000 から GT40P1145 までの番号が付けられ、マーク I の社名は正式に GT40 となった。プロトタイプのシャーシ製作はイギリスのアビーパネルズ社、グラスファイバーのボディパネルはスペシャライズドモールディング社により製作された。フォード GT40 エンジン1964年にプロトタイプ車両が完成。 フォード GT という名で発表された。1964年のニュルブルクリンク 1000km が、フォード GT のデビュー戦となったが、結果はリタイア。続いて、ルマン24時間に3台が出走。ラップレコードと、ルマン初の時速 300km オーバーを記録する、ものの、結局全車両リタイアに終わった。その後、フォードアドバンスドビークルズ車に代わって、シェルビーデートナで、 ルマン GT クラス優勝を経験していたシェルビー・アメリカンがレース活動を担当することとなった。シェルビー・アメリカンは車両のサスペンション、ホイール、ブレーキ、冷却システムなど多くの部分に改良を施した。一方、フォード・アドバンスド・ビークルズ社はルマン参戦のためのホモロゲーションモデルの製作を担当することになった。1965年の開幕戦のデートな2戦。 キロメートルでは、シャーシナンバー GT-103 が優勝し、初勝利を挙げる。その年のルマンは、4台のワークスマシンが出走。ラップレコードと最高速度記録を更新するものの、その甲斐なくこの年も、全車両リタイヤに終わった。1966年には、改良型のマーク2が登場。この年の開幕戦のデートな24時間で、ケンマイルズ、 ロイドラビー組が優勝。ルマンでは8台のマーク2がワークスマシンとして5台のマーク I がプライベーターとして出場し、結果はブルース・マクラーレン、クリス・エーモン組が優勝。さらに1から3位を GT40 マーク2が独占した。1967年のルマンではさらにアルミハニカム構造のシャーシを採用し、キャブレターを2機に追加。 これにより出力が 530PS に強化されたエンジンを搭載したマーク4で出走。結果は優勝し2連覇を達成。このシリーズ終了後、レギュレーションが大きく変更されたためフォードはワークス活動から撤退。マシンはプライベーターに託されることになった。1968年と1969年のルマンではシャーシナンバー P、 1075の GT40 が優勝を果たし GT40 は4連覇を達成した。この P1075 は GT40 に空力面で大きな改良を施したミラージュ M1 を1968年のレギュレーション変更によって再び本来の GT40 に改造し直した車である。P 1075は1968年から1969年の世界スポーツカー選手権で通算11戦6勝の活躍をした。フォード GT ロードスター1964年にローラマーク6をベースとしてシャーシナンバー GT-101 から GT-112 までの合計12台が製作された。そのうちの4台がロードスターとして製作された。スチール製。 モノコックシャーシに軽量のファイバーボディを被せ、インディカー用に開発されていたエンジンをミッドシップに搭載。空力などの微調整を行い最終的な性能は最高速度時速 330km というものだった。レースの予選では速さを見せ上位グリッドを獲得したが、信頼性や操縦性に難があり、本戦では故障やクラッシュを期することが多かった。 GT40 Mark 九1969年、ニュルブルクリンク 1000km レースにて、プロトタイプ製作の翌年の1965年から製作された量産モデル。このマークアイから、シャーシナンバーに GT40 と刻まれ、正式に社名は GT40 となった。ボディ形状が改められ、エンジンは、プロトタイプと同じ4.7リットルの V8 だが、出力は向上し、 FZ 社の5速トランスミッションを搭載している。プライベーターからの要望により、多くの車両が販売された。プロトタイプから改善が行われたが、依然として信頼性の問題は残っており、レースではリタイヤが多く活躍することは少なかった。マーク I には、ルマンで GT クラス3000の承認を得るため、ホモロゲーションモデルが存在し、 行動走行可能なロードバージョンが合計で31台制作された。ワイヤーホイールやカーペットなどの細かい変更以外はレース使用者とほぼ同一のものだった。1966年にはイギリスのアランマンレーシングにより下記のマーク2のバックアップとしてボディとシャシーに警報金が使用されたライトウェイト仕様が制作された。 マーク2シャーシナンバー GT40P10151966 年デートナ24時間優勝者 GT40P1015 リアマークアイのシャーシを強化し加えてエンジンを4.2リットルからシェルビー製の7.0リットルへ変更し馬力も 475PS までに上げられた1966年からマークアイと並行して製作されたキャブレターを ウェーバー製からホーリー製に変更し、カークラフト製4足トランスミッションを搭載。また、ルマンのレギュレーション変更に伴い、スペアタイヤを搭載するためのスペースを確保するため、フロントノーズのデザインが変更。エンジンの大型化に伴い、リアカウルの形状も変わっている。レースでは市販車クラスでエントリーしていたマークアイに対して、マーク2はエンジンを大幅に変更したため、 プロトタイプクラスからのエントリーとなった。1967年には改良型の M2B と呼ばれるモデルが登場。主な変更は、警号金、シリンダーヘッド、キャブレターの追加、オイルタンクの配置変更、スペアタイヤの位置変更、ブレーキの冷却系の変更など。M3M3 は完全に行動走行用であり、合計で7台が製作された。 ヘッドライトがレーシングモデルの角型ではなく丸型に変更されており冷却機能システムも変更された。レースモデル同様乗降しやすくするためにルーフは大きくえぐれておりその部分がドアとつながっている。ボディカウルはファイバー製でフレームの全体交換を軸に大きく開閉するようになっている。ホイールは最新のレースモデルが マグネシウムホイールであったのに対し、マーク3では初期のレースモデルと同様のワイヤーホイールに変更されている。サイドウィンドウ後方とボディサイドにエンジン冷却用のダクトが設けられ、A ピラーの左右付け根部分に給油口を設けているなど、レースモデルと同様な点も多く見られる。内装を変更し、さらにラゲッジスペース確保のためにボディサイズを延長してある。 エアクリーナーボックス、マフラーサイレンサーはなく、レースモデルを意識した仕様になっている。マーク2が1966年のルマン24時間レースでの総合優勝を成し得た後、翌年のルマンの連覇だけを前提に開発された。従来の車両はイギリスで製作されていたが、このマシンはアメリカで製作されたものであった。このモデルには、GT40 の名はつかず、単にフォードマーク。 フォード GT-40 を現代の解釈でリメイクする計画が立てられ、フォード GT-90 が制作された。同社は市販計画があったものの、諸事情で頓挫している。その後、フォードモーター創立100周年を記念して、2003年1月にデトロイトモーターショーで、フォード GT を発表、2005年2500台限定で販売された。 2016年には GT40 ルマン制覇50周年を記念して2代目モデルが登場2017年から販売されている GT40 には数多くのレプリカが存在しフォード本社から正式な許可を得た継続モデルと呼ばれるものからキットカーまで多岐にわたるアメリカのサファーエンジニアリング社は GT40 の商標を取得しフォードの正式な許可のもと新たに GT40 の生産を行った。このモデルはオリジナルの GT40 を忠実に再現し、Mark V と呼ばれる。パーツの大部分に互換性があり、シャーシナンバーもオリジナルから継続した番号が使用された。Mark V は1981年から2000年までに40台が生産された。同じくアメリカのスパーフォーマンス社は、サファーエンジニアリング社とのライセンス契約のもとに、 GT40 の継続モデルを生産している。オリジナルの GT40 は右ハンドルのみだが、左ハンドルも選択が可能。2019年にはルマンで2連覇を果たしたシャーシナンバー P1075 を再現した仕様が50代限定で発売された。GT40 の名称は、GT はグランツーリスモを意味し、40は車高が40インチであることに由来する。 本来、正式に GT40 と名の付いたモデルは量産車両であるマークア I のみだが、現在では、報道車がマークア I 以外のモデルも GT40 と呼称するなど、マーク4を除く全てのバージョンの総称として、GT40 の名が使われている。なお、GT40 の名称自体は、マークア I の社名に正式に採用される以前から使われており、 1964年のプロトタイプの活動初期の段階からフォードは GT40 プロジェクトという名称でベース活動を行っていた。ありがとうございます。